田谷高校の、高野壮太君、まあ、育成ドラフト2位の選手ですけど、入団が基本合意しました。支度金育成選手なので320万円、で年俸が280万円、背番号は026です。まあ、金額背番号を、まあ、聞いて、まあ、プロ野球選手になるんだっていう実感は湧いて、まあ、これから支配下になれるように頑張っていきたいなと思いました。まあ、本当にいい番号と思うんですけど、いち早く、まあ、2桁になっていけるように頑張っていきたいと思いました。まあ、1年目で怪我だけには気をつけながら、しっかり、まあ、いつでも自分のベストのパフォーマンスを出せるような選手になって活躍していきたいと思います。まあ、パワーはやっぱり自分の持ち味だと思うので、パワーっていうところをしっかり、まあ、生かしていくというか、まあ、伸ばしていって、まあ、あの見た選手の誰よりも飛ばす選手になりたいと思いました。やっぱり一番苦手なのは守備なので、守備をプロに入って、まあ、人一倍練習して、まあ、うまくなれるようにしていけたらいいなと思います。でも自分ではサードをやりたいので、そうですね、松山のキャンプを見に行って、まあ、まずその走るスピードであったり、まあ、投げるスピード、まあ、打つスピード、打った打球のスピードもやっぱり自分とは全然違うっていうのがはっきり分かって、まあ、そのスピード感に、そうですね、近くなっていけるように、いけるようにしたいと思いました。まあ、自分だけの力では絶対に、まあ、ここまで来れてないと思うので、本当に感謝しかないので、その感謝をしっかり結果で恩返しできるようにしていきたいと思います。今南市で3年間過ごして、まあ、本当に挨拶をすれば、まあ、その声をかけてくださる方もいらっしゃったりして、まあ、応援されてるっていうことは、まあ、思ってたので、まあ、ですね、南市の地域の方にも、やっぱりプレー、結果で恩返しをできたら、いいかなと思います。そうだね、いいんだこれいらないですか。これまさあ、そうです。